じゃあ、前回までにですね、こちら引き取ってきたヤマハ SRX6 のシリンダーヘッド分解清掃というところまでをお送りさせていただいているかと思うんですけれども、あらかた綺麗になりましたヘッドカバーやシリンダーヘッドっていうところをですね、組み立てやっていきたいなと思っております。まだ動画の編集が終わってないので、前回がどこまでどうお伝えできてるかがちょっとまだ分かってないっちゃ分かってない部分もあるんですけれども、早速作業的にはスタートしていこうと思います。で、今回このヘッドを組むにあたってですね、そこかしこにこちらベルハンマーの原液ですね、こいつを使って、組んでいこうと思います。奇跡の潤滑剤なんて言われて、フリクションがだいぶ下げられると大評判のベルハンマーですので、今回ベルハンマーを使って SRX6 のヘッドを組んでみたというところでですね、最後までお送りさせていただこうかなと思っております。 Ladies and gentlemen、はい、ということで、まずはシリンダーヘッドカバー、こちらから組んでいこうかなと思います。こちらに入る中身に関してはこちらですね、ロッカーアーム、バルブを叩いているやつですね。こちらロッカーシャフトですね、このロッカーアームが通るシャフトでございます。で、こいつらに関しては取り外した時、もうちょいなんかこう摩耗跡みたいのがあったんですが、ペーパーなんかで磨いて、かなり綺麗には仕上げてあります。はい、で、あと使うものとしてはこちらのウェーブワッシャーですね。このロッカーアームがこうちょっと移動しないように、ちょっと場所補正なんかもしながら機能してくれるウェーブワッシャーということになります。で、ここロッカーシャフト、この2本分がここに溝が切ってあるかと思いますが、こちらに入れるオーリング新たに交換してあげましょう。こちらロッカーシャフト抜いたら、このオーリングは新品交換が推奨されておりますので、このご用意はお忘れなくということですね。はい、とりあえずじゃあもう早速組んでいきたいと思います。まずはこのロッカーシャフトにオーリング通していきます。はい、この2つですね、この2つ組み込む前にまずはシリコングリス塗っておきます。塗ってあげたらもうこの溝に通すだけですね。で、このロッカーシャフトを2本に、オーリングは刺したんですけど、この1本のロッカーシャフトにはオーリングの溝切ってないんですね。オーリングを通した2本はエンジンの外側からこう見える位置にこうロッカーシャフトが配置されます。この残りの1本、オーリングが効いてないものはここですね、このエンジンのプラグがついてるとこ、ここの奥にこうやって差し込まれる形になりますので、エンジンの気密性の関係がないので、1本はオーリングがないということになります。なので蓋ですね、この蓋の、はい、裏にオーリング効いてますので、このオーリングも新品に交換された方がいいかと思います。はい、多少気密性アップに期待しながらシリコングリス塗っておきます。はい、はい、そしたらですね、ここに組み込んでいくロッカーアームの番号というか、どこにどのロッカーアームが行くかっていうのはこれ決定されております。で、これ分解の時にもお見せしたんですけど、この辺にこう数字が書いてあります。蓋に刻まれてる数字とここの数字をもう合わせるようにして組んでいけばOK ということですね。なんでここ4番ですので、これも4番と、ここに4って書いてあります。で、組んでいくときにエンジンの中心側に、このウェーブワッシャーが来るようにしてシャフトを通していけば OK ということになります。で、これ見ていただいたらお分かりの通り、これ周り止めでネジが使われますので、ヘッド側にもある穴、ここをこう合わせた感じでこう打っていくということになります。で、早速ここの打ち込みの時にはベルハンマー使っていこうと思います。まずこの通る穴のとこにはベルハンマー落としておきましょうね。はい、で、このシャフト自体にはベルハンマー塗ります。ちょっとベルハンマーなじませる感じでぐる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 回しながら通していくと、一番最後調整はここ、中にネジ山も切ってますし、手前側にこのプラスが入る、マイナスのドライバーが入る隙間もありますので、もうこれ打っちゃってからちょっと角度微調整ってこともできますので、そんな気にせず打っちゃって大丈夫だと思います。こちらのロッカーアームですね、ロッカーアーム通していきます。で、ロッカーアーム通す際も、ベルハンマーを入れておきます。で、この実際バルブ叩く面なんかにもちょっとベルハンマー塗っといてあげます。で、ロッカーアームを落とす。で、ここの隙間、この隙間にこちらのウェーブワッシャーを通していくということになります。そしたらシャフトを通します。はい、 OK ですね。はい、これピタッと入りました。あとは先ほどのこのロック用のボルトを通すと、はい、OK です。で、このシャフトの隙間なんかにもちょっとベルハンマーを落としておきます。なんでこれウェーブワッシャーが取ってるだけなので、これ多少左右にずれますので、このずれてる隙間なんかに落としてあげてもいいんじゃないかなと思います。はい、動きスムーズですね。はい、 OK です。
そしたら今度は逆サイドの、こっちがエキゾースト側 の、 あのロッカーアームを今刺してます。なのでエキゾースト側もう一本を刺していこうと思います。でここに関しては、シャフトを通す穴が随分遠くなります。こっからアクセスしなきゃいけないので、取り外しの時にも使ったしご紹介したんですが、もうただの M6 のボルトです。このロングボルトを使って叩いて抜いたんですけど、入れる時も同様ですね。こいつを使って中に差し込んでいこうと思います。こいつは特にオーリングもないので、ベルハンマーちょっとベッド塗ってあげて、はい、でここは3番ですので3と書かれたロッカーアームを使います。ロッカーアームをよいしょ、はい、通します。でロッカーアームが通ったら、はい、この隙間ですね、この隙間にウェーブワッシャーと、でここまでシャフトが通せたら、ここにさっきと同じくロックのボルトの穴が来るようにここを合わせてあげると、はい、これで合ってます。一回閉じましょう。はい、これ閉じてる状態から今ちょっと見えてきて、穴がこんにちはと、はい、はい、そしたらこちらのボルトでシャフトをロックしていきます。そしたらこのロングボルトはもうさっさと取っ払っちゃいます。で動き確認、スムーズに動いてますと。でまたこのウェーブワッシャーの間とちょっとウェーブワッシャーの方にガーム寄せた状態でこの隙間に油と、こちらも両方とも動きはスムーズかと思います。はい、まだこっちですね。この長い方インテーク側を刺していきますが、インテーク側はこの1本に2つのロッカーも刺すことになります。そしたらまず2番を刺します。そしたらここの隙間にウェーブワッシャー、はい、通りました。こっちにシャフトが出てきたタイミング で今度は1番のロッカーアームなんですけど、ロッカーアームを入れる前に今回はウェーブワッシャーが先になります。ワッシャーを通しておいて、でちょっとシャフト戻しのギリギリ、ウェーブワッシャーが落ちないギリを狙って、ああ落ちた、最悪や。ワッシャー通して、はい、カームの通るギリのスペース作る。でもワッシャー落ちない。はい、来た。オッケーです。この切り欠きのところに、ヘッドカバーのボルトが通ることで、こいつは周り止めになりますので、3本先ほど切り欠きがあったと思いますので、その切り欠きの場所をちょっと合わせながら、叩き込んでいくっていう感じですね。はい、こんな感じで向こう側の穴が見えるようになっております。3箇所ですね。そしたらこのボルトは抜いてあげます。で先ほどと同じくこの隙間にはベルハンマーを落として、こっちのウェーブワッシャーの反対側の隙間作って、ベルハンマーを落として、めちゃくちゃスムーズに動いておりました。本当はですね、ここにデコンプカム入るんですけど、ちょっと今デコンプカムの状態があんま良くなくてですね、これなんですけど、これこう中身はめっちゃ綺麗なんですけど、こっちがもうちょっとガビガビすぎて、ある程度削ってみたんですが、ね、結局今こいつを使うより、2NX じゃないや、 1JK の方についてたこのデコンプカムが状態がすごいいいので、デコンプカムに関しては 1JK から移植しようかなと思っております。でここにもオーリング、オイルシールみたいのがいるので、それも新品に交換するのを忘れなくといった感じですね。はい、なので僕はちょっと今回ひとまずは、ヘッドカバーはここでやめとこうかなと思います。なんでこいつですね、プラグキャップってですかね、こいつのキャップしちゃえば今回はおしまいです。はい、 OK です。でここのカバー類に関しても、オーリングがあって、そこ新品に交換するんですが、これエンジンに取り付けた後でも、まあ前でもどっちでもいいんですけど、ロッカーアームのこの調整、タペット調整できるこのシャフトの部分、このボルトナットの部分なんですけど、どれほどバルブ叩くかってタペット調整するかと思いますが、ここ結局緩めて後で再調整しなきゃいけないので、その最後調整が終わった段階でオーリングは交換して取り付けようと思っております。ですので今のところオーリングは両方入っていない状態ですね。はい、これにて一旦ヘッドカバーの中身、構成パーツの取り付けはおしまいということになります。でシリンダーヘッド組む前にですね、ガビガビだったバルブすり合わせした方がいいんだろうなということで、バイク屋さんに相談がてらお邪魔したところですね、その場で作業もさせていただくことになりました。マンプはね、これだったらオイルのまんまで大丈夫かもしれない。あ、本当ですか。これのおかげでこれくっつかなそうじゃないですか。いや、くっつくよね、これだから。
っていうのわかる。この広い部分が全部当たるんじゃなくて、ほんの少しなんだよね。いや、そうらしいですね。コマいいとこ、本当に 1,2 ミリ、うん、が当たるんですよ。これ俺のイメージだと、ペタってくっついてギューンって回るのかと思ったら、こう細かく叩いてるんですね。そう、叩いて、叩きながら、はい、回ってってんすか。そうそうそう。これもバルブのすり合わせ専用装置なんですか。そうそう。なんで、これなんだなと思って。もうただ本当は手でね、はい、あるけどね、タコ棒。ただタコ棒でやったらね、多分これ全部やるのにね、はい、丸1日かかるよきっと。あ、そんな作業なんですね。そんな簡単にはいかない。邪道だよね、これだけ。あ、そうなんですか。4輪に使って、4輪にやるんだよね。あ、気筒数が多いからってことですか。そうっすよね、だって6612とかあったら最悪ですもんね。そうバイクだったら本当は手でちょこ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 やっていくのが一番いいんだよ。これでかすぎるね。これでちっちゃいの持ってないんだよね。これでもまだインテックの方がでかい。これ多分ギリギリだと思う。やってみる？やってみますよ。ちょっと僕、繊細な手なんで汚れるの嫌なんです。何？終わったよっていう目処がどれぐらい。ただ大体のリンクがはっきり見えるように綺麗に光ったんですよ。これどうすか。これ結構もう一瞬行った気がするんですけど、それクラッパーでやると早い脇上で、すごい先端ですよね。もういまいちだ。もういまいち。指じゃなくてあれ使った方がいいかな。本番の機械系使ってこれやりすぎだよが怖いんですよ、ね、そう、やりすぎちゃう。もうちょいこっちやった方がいいですね。じゃあやったら使ってみるよ。あ、じゃあ本番。本番だとちょっとなしで一回行って。はい、この調子でですね、バイク屋さんからすり合わせの方法、工具の使い方を教わって、一角で延々と作業させてもらいました。これタコ棒人力でやってたらめちゃくちゃ大変な作業ですよね。で、その後はですね、シリンダーヘッドのガスケットをちまちま剥がしてみたりだとか、あとはあのネジ山の修正ですねをかけてヘッドを組み立てることにしました。はい、とまあこんな感じで作業してきましたので、もうすでにあとはもうくっつけるだけっていった感じになってます。まあ、ということで、もう早速組んでいきたいと思います。まずこいつはですね、エンジンの瓦みたいな上側ですね、上側のこのバルブガイドのところにシールを挿してあげます。あの分解してる時にバルブシール、なんかエキゾースト側が2個ないなんて話したんですが、あら、なんかちょっと気づいてしまった。どうも排気側にバルブステムシールが入ってませんでした。これどういうことなんだろう。あ、これなんでないんですかって話をですね、このエンジン組んだご本人に聞いてきたんですけれども、なんでないのか知らないって言ってましたね。あれ忘れちゃったんかねみたいな感じでした。まあ、そこは謎なので、僕は組んでいきます。なんでこちら、はい、バルブステムシール、この4つですね、これ新品です。まあ、こいつはまあ新品に交換してあげた方がいいかなと思います。シールとかなんかそういう名前のつくやつは、まあ、とにかく基本外したら新品交換した方がいいんじゃないかなと思います。はい、でステムシールくっつける前にですね、スプリングシートですね、ここ直接スプリングがこの座面、シリンダーヘッドの金属座面に直接当たるわけじゃなくて、こういったまあ金属の補強材みたいのが入ってます。なんでこいつらを先この4本のところに置いていくんですが、まあ、こいつらにもおまじないがてらベルハンマー塗っておきます。はい、適当に塗ったら通していきます。はい、 OK。 はい、そしたらバルブステムシール、こいつらを一個一個通していきます。これただゴムなのでギュッとよ、はい、押すだけですね。はい、 OK です。そしたらもう早速バルブを通していきます。で、このバルブなんですけど、こっちが
インテーク側、こっちエキゾースト側で、インテークとエキゾーストでサイズが違います。こんな感じでインテークの方が大きい、エキゾーストの方がちっちゃいので、まあこの インアウトインエキゾーストを間違うことはないかなと思います。でそれぞれこれバルブは最初に外した場所と変えない方がまあ基地かなと思うので、僕はこれ何も目印がついてない方が1番3番っていう感じで、こうやって頭に針金くっつけてあります。これは針金くっついてる方が2番4番っていう感じで分かりやすくしてます。針金ついてると洗ってる時も外さなくて済むので、まあ、間違える取り違えることはないかなと。でこの1番2番3番4番っていう番号は先ほども見たヘッドガスケットじゃないわ、ヘッドカバーの方に振ってあった番号と対応しているので、ここが1番2番なので、まず最初に1番のインテーク、こいつを組もうと思ったらここが1番になりますので、ここにこのバルブが対応しているという感じですね。バルブ入れる前にまたベルハンマー塗ってあげて、オイル分つけてあげたら、はい、このインテークの1番の穴にスポンと落とすと、はい、で続いてバネですね。バネ、この大と小、大小2つのバネがあって、これ不等ピッチで若干ここの幅が違うんですね。ね、幅の広い方が上側、狭い方が下側になるように、でちっちゃいのとこの大きいのを通してあげます。この二重で OK です。はい、はい、そしたらこれスプリングのリテーナーですね。こいつをこうここにはめてあげて、バルブがここに止まってくれないと困るってことなんですけど、なんでこれつけた状態でスプリングを縮めていきます。バルブを押さえてあげて、でスプリングを締めていって、このバルブの先っちょが出てくるので、このバルブの先っちょが出てきたらコッターですね、こいつを入れてあげます。はい、こいつです。バルブコッター、こいつにちょっと溝が切ってあって、はい、ここのバルブに切ってある溝とここの出っ張りがこうはまることでスプリングが固定されるという感じですね。やりづら、あれ入れにくい、やりづらい。はい、ちょっとさっきの作戦変更です。あ、こいつが乗っかってた方がやりやすいわこれ。はい、こう入ってなので、もう1個も入れます。はい、入りました。これ2個入ってます。なんでそしたら今度はスプリングを緩めていきます。きっちり入ってるのを確認しながら離すと。はい、でこの作業をあと3つ繰り返していくという流れになります。次はエキゾーストいきますかね。はい、くっつきました。取り外した状態に比べたらめちゃくちゃ綺麗になったかなと思います。これただコッターがペコッとはまってるだけなので、甘髪の可能性があるみたいなので、ちょっとこのヘッドのお尻の部分若干叩いてあげて、本当にしっかり入ってるか確認した方がいいらしいです。あ、ちなみに言うとこれ僕直接叩いてますけど、これ直接叩かない方がいいらしいです。はい、はい、ということでひとまずシリンダーヘッドとシリンダーヘッドカバーが、こちらの組み込みがとりあえず終わったということになります。あとはもう直接エンジンに乗っけて組み立てていく工程になります。まあ、ちょっと引き続き作業を続行していきます。はい、ついでなんでこのタコメーターのドライブギアちょっと掃除していこうかなと思います。まずはここのシャフト取っちゃいます。はい、これただのこのグニャグニャねじり上げみたいな感じのやつですね。はい、でここのオーリングも取っちゃいましょう。でここのオイルシールも取っちゃいます。でここの中にもオイルシールが1個いるんですけど、これどうやって取るんですかね。取れました。無理やり穴開けてダイス突っ込んタップ突っ込んで抜いてやりました。はい、プラスチックですね。はい、 OK です。
はい、というわけでタコメータードライブギアに入ってたパーツは 1,2,3,4,5 個ですね。まあ、ここのねじり上げの奥に入ってたスペーサーワッシャーと、あとまあオーリング1枚、オイルシール2枚という感じです。これでもう中身空っぽになりました。でもこれはちょっと洗ってオイルシール新品組み込んでいきたいと思います。はい、洗ってきました。はい、じゃあこいつもまたベルハンマー使って組み込んでいきたいと思います。まずはこのメインのねじり上げ入れていきます。ねじり上げ入れる前に奥にスペーサーがいますので、こいつを入れていくんですが、もうこいつの一番奥には先にベルハンマー原液入れちゃいましょうかね。ボタンとワッシャー入れます。ワッシャー規定の位置に入ったらねじり上げ入れます。ねじり上げにもたっぷりベルハンマー、こいつねじ込むと。はい、これでこっち側のケーブルドライブっていうんですかね、こいつが回ってれば OK です。はい、オイルシール入れていきます。はい、入りました。で最後外側にはオーリングがあります。はい、通します。 OK です。そしたら抜くのに苦労したメーターケーブル側のオイルシールも入れます。変な汚れは取っといてあげて、ここにベルハンマーの原液ちょっと落としておいて、はい、で蓋します。ここはなんか抜く時もそうだったんで一筋縄では入らなそうですよね。こいつらにちょっと押していきます。はい、こんな感じで一番奥まで入ったら OK ですね。で回してみたらくるくる回ってくれると、はい、OK です。だいぶ見た目的にも綺麗になりましたよね。はい、そしたらエンジンヘッドのここですね。まあ今もちろんこれ仮組みの状態ですけれども、まあ蓋する意味でこいつ入れといてあげます。本当はね、こういうとこのボルト1本ずつから新品に交換してあげたらいいんでしょうけどね、さすがにちょっともうボルト頼みすぎるとわけわかんなくなっちゃうんで、この辺は気になったらまた改めて地道に変えていきたいと思います。はい、こんな感じで、これでヘッド的にはかなり綺麗に生まれ変わったように感じるんですが、いかがでしょうか。こことかめっちゃ綺麗じゃないですか。取り外す前の動画とぜひ比較させていただこうかなと思いますが、こんな感じです。こう別々に持ってるとあんま気づかないんですけど、この2つだけでもかなり重たいですね。これだけでも5キロ近くありそうな気がしますけれども、はい、でこれもう早速エンジンに乗っけて始動できるのかといえばですね、そんなことはなくて、これ乗っけて、とりあえずエンジンが組み上がったとしてもですね、今度電装系関係、全く手つけてないので、バッテリー入れてメインハーネスも 1JK からこの 2NX の方に移植して、でスイッチ類も鍵もない状態で僕引き取ってきてるので、鍵どうしようかなとか、まだまだいろいろエンジン始動するっていうところに行くにもまだ時間はかかるんですけれども、ひとまずヘッド完成して、着実に、エンジン始動には一歩ずつ近づいているのかなといった感じでございます。はい、というわけで今回動画は以上とさせていただきたいと思います。最後まで動画ご覧いただいた方、本当にどうもありがとうございました。組み立てでもやっぱり時間食ってしまったので、エンジンに乗っけるところはまた次回お送りさせていただけたらなと思っております。で次回ですね、そのエンジンが乗っけ終わってエンジンができましたってなってもですね、動画の中でも言ってましたが、電気系統やらワイヤーやらまだまだエンジン始動に向けてやるべきことは山積みなんですけれども、その辺次回まとめていよいよエンジン始動できるのかというところをお送りさせていただこうかなと思っております。ということで、まだまだ続くヤマハ SRX6 復活動画シリーズでお送りさせていただきますので、興味ある方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方も何卒よろしくお願いいたします。というわけでまた動画の中でお会いいたしましょう。ザシャー。